皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年1月の17日、17時30分、まあ先ほど自宅に帰ってきまして、まあ本日発明協会行ってきたんですけども、あの相変わらずまあいよいよと宿題がまあ結局参加せん専門家式玉発電とかの特許の話が結局なんかこう水素に関する特許みたいな変わっていって、いやまあ書き方とかの部分をいろいろ訂正しなければならないところがあって、まあまあ今まで通り、まあ何回か別件でもその発明協会の方行ってるんですけど、またこういう書類をまあこうね、いろいろこうまあこれ見て勉強してっていうことをもうおっしゃられてるんですけど、もうまあちゃんと細かい部分を説明してくれてるんですよ。ここはこうしゃらしてってだいぶ時間かかります本当に。で、一応ね、この動画をアップロードした、その、最大の目的は、その進捗状況どうこうの前に、多分昔僕20歳ぐらいの頃に行ったと思うんですよ、発明協会。その河川水門開閉式玉発電とか、水車っていう表現をその時してたかどうか、もう当時どんな内容で行ったかもう覚えてないです。だけども、今なら僕のホームページ、淡井圭介の駅の YouTube 一覧表の自然再生可能に河川水門開閉式玉発電、地下水流トンネル発電とかで言ってる内容とかを聞いてもらったら、大体わかるかと思います。で、その、発明協会に行った時に、男性2人いらっしゃって、1人は水本さんで、もう1人の方は、以前も見たことあるとは思うんですけども、お名前は知りませんで、いつも水本さんに対応してもらってますので、で、水本さんと、別室で話していて、1時間か2時間ぐらいですね。で、出てきた後、誰か女性の方がいたんですけども、誰か、テレビ局とかどっかが誰か来てますか、そのもう僕もいろんな業界広がりすぎているから本当に分からないです。もしかしたらこういうふうな水車関係の特許を出願された人たちなのかな、何なのかなとかもよく分からないんですけども、帰りドア出ていく時に男性の方でね、4人ぐらい集まってる方たちがいらっしゃって、お昼ご飯の方が大事だからって、笑顔でこちらに向かって言ってくれてるんですよ。で、なんで昼ご飯食べてないこと知ってるだろうって思って帰っていくときに、まず高取の駅のところで JR の、絡まれて男女2名僕より若い女性が言ってくるんですよ。もうからかうような言い方で、来たでーとか、なんか誰ってだからもうとりあえずなんか用あるんかなと思って、もうそんな言い方やったら分からへんわって言ったんですよ。僕もややこしい話いっぱい終わった後だから今日の朝も家出る前までね、こう一応文章いろいろ作ってたんです。それ昨日の晩とかもでっかいうちにやってる時間ギリギリいっぱい一応手書きの図面書いたりとか、もう一人のね、その男性が、その高取の駅の前に二人いた、その絡んできた2名、男性の方がね、それがお前の実力だとかなんか言われたんですよ、僕とした。なんか本気で今怒ってしまうかもしれんと思って、もう何も言わんと、電車乗ったんですね、そしたら今度。多分人間が言ってるんじゃなくて、電波でね、なんかぐちゃぐちゃこう電車の中で言われてる状態、いや今日僕悪いことした覚え全然ないよ本当におかしい、絶対頑張ってる、実費で頑張ってる本当に。で、若い男性の声とかでね、こうごちゃごちゃ言われてきてるような声がしてたんですね。こっちに言うとかな、どうかなって思ってパッて見たら、俺、
年配の方たちばっかりに。わからん、なんでこんな目に遭ってるのか全然わかんないです、本当に。で、まあ、とりあえず、まあ、本当に昼ご飯はまだ食べてなかったんで、もう15時回ってます。で、15時半ぐらいに、JR 兵庫駅に降りて、降りるときに今度は人間が言ってました。高校生、学生服着た高校生が、本当に降りたとかなんか言ってるんですよ。どこで誰が何を広めてるのかわかんないですよ。またテレビ局の人何か言ってます。お金ないから。とりあえず兵庫駅で降りて、その辺でね、とりあえず吉野家さんがあるから、食事して、で、JR 神戸駅とかで降りてね、その、高速神戸から、まあこれ地元の人しかなかなかわからないと思うんですけども、その新開地まで、電車乗って、新開地から三田行きの電車乗るぐらいだったら、いや僕はいつも大体兵庫駅から港川駅まで歩くんですよ。交通費節約のために。で、僕もなぜ神戸電鉄があんなシステムになってるかよくわからないんですよ。港川で降りるのと、新幹線で降りるの値段だいぶ違うんですよ。一説によると、一応山陽電車が高速神戸まで、新開地かな、なんかその辺までのエリアで、そこと新開地の駅が隣接してるから、港川で降りるのと、その先の電車利用するのでは、乗り継ぎとかがあるから、まあまあ、高速神戸の方へ行くと、まあ、阪神、阪急だとは思うんですけども、どうでしたっけ高速公園の山陽電車。皆さん見たことありませんでしたっけ昔三宮まで山陽電車走ってる時走ってましたね。だから僕も何がどっからどこまでどう区分してるのかよくわかんないんですよ、正直。で、まあまあ、その話はさておき、とりあえず、確かそのね、その、昼ご飯の方が大事だからって言ってくれた方って多分僕はフルーツラパークで勤務してる時の1997年、8年の頃、その河川水門外式玉発電のこととかでね、まあ、とりあえず話聞いてみるわっていうことで来てくれた人だと思うんですよ。で、ただ、もうその当時何を話したかどうかもわからないのと、それと、あと、まあ、名前も全くわからない。で、4名集まられてる方もよくわからないで、まあ、一応この間の動画でその河川水門開式玉発電で発明協会の方へ行くって言ってたんで、まあ多分河川水門開式玉発電とかに興味を持たれてる方が、まあ、発明協会の方たちが集まってただけなのかもしれませんけども、まあもしかしたらそこで協力してくれる人はいるのかもしれない。わからないですけども、一応それで家帰ってきてから水本さんに電話かけたんです。で、まあ、もしかして誰かこう、どこかから、いや、水本さん、まあ、最後の方にこう、個人でしない方がというようなことをおっしゃってましたけども、まあ、どっか大企業の方とか来られましたかって聞いてみたんですよ。そしたら返答が、いや、まだ淡井さん、まだ文章も出来上がってないし、その段階で見せても、相手の方が、もう話がね、多分よくわからないと思うから。まあ、せっかく、もしかしたら遠方から来ていただいた方かもしれません。まあ、多分僕の記憶違いじゃなければ、1997年、8年、フルーツラパークの、まあ、バーベキューコーナーだったと思います。もしかしたらバンケットの方でも来てくれたかもしれませんけども、いろんなところで、いろんなセクションで働いていましたから、いろんな部署で。まあ、だから、よく、わからないと言ったらわからないんですよ。どこで会ったのかも。いろんなところでいろんな人と会ってるから。それも、しかも、仕事中にも声かけられて、話とかもしてるから、いや、そういう人がね、ものすごい稼ぎがするんですよ。何百人と。もしかしたらもう1000超えるかもしれないんで、本当に、思い出すだけでも至難の技で、なんとか帰りの電車で、あ、そういえば、前夜あって、まあ、とにもかくにも、まあ、来てくれた方だと思うことしかこちらも言えないです。残念ながら。で、正直、まあ、帰り口に会った後だから、まあ、正直もうこちらの心境としては、わらもすがる思いです。で、それと、まあ、発明協会以前で行き来してた時は、歯ブラシの特許で行き来していて、一応ホームページでも、ある程度までの文章のところは、
出していたから、まあもしかしたらそれ見ていた人たちだったら歯ブラシの喧嘩と思ってる、歯ブラシのメーカーの方が来たのかもしれない。まあ一応まあもう、まあ、結局聞いてる方も一体だから何なんだって言われたらそれでおしまいなんですか。僕も話してないか分かんないんですよ。じゃあ、その辺歩いていても絡まれるから。すぐにその場で記憶を戻せなかった。分からないです。どこの誰が来てくれたのかも。それと、その水も、それとその方はね、こっちが正面向いて言ってくれたから、覚えてるのは、まあ、それはメガネかけていたかな、どうかな、ぐらいで、まあ、とりあえず男性だっていうことぐらいは、わかります。それ以外は、髪の毛、そう、染めてたんじゃないかな、ぐらいで、あと、全然わかんないです。まあ、中肉中背というか、まあ、太ってない人ぐらいだったら認識できてます。顔は、目の視力弱いんで、全然見えてないです、本当に。本当に本当に。もう、5メートルも離れたら、明るいところでは、でも無理ですから、僕、本当に。暗いところだったら至近距離2メートルぐらいのところまで近づいてもらわなかったら顔全然わかんないですから本当に。で、水本さんと話していた後出た時に、行った時は女性いなかって、まあ出た時は女性いたんですけど、その後頭部しか見えてない、わかんないわかんないところだとりあえず黒い服着てたっていうぐらいはわかります。だってその人ね、自分で多分 ご自覚されてると思うんですけども、僕後ろの水本さんと話しながらドア開けて帰っていってるでしょ。一応一瞬真正面は見てますけども、その視界内にギリギリ女性の人が視界には入ってるんですけども、その女性の人その隣の男性と話してるから、何か僕の件のことか大谷翔平の件のこと、最後の方は翔平の話してましたから、最後の世界的なことうんぬんみたいな話をしていた時にね、まあまあまあその大谷翔平の件でね、あまあ彼も僕は頭なんか明かしてだいぶ活躍してますからっていうような話して出ていった時に、まあその辺の話に食いついてきたのかもしれないし、全然違う話をしていたのかもしれない。僕も水本さんと喋ってるから分かんないですよ。向こうが喋ってる、僕も水本ちゃんと喋ってるから大体の様子しか分かんないで、とりあえず認識できたの黒い服着てる女性だということ、後頭部とあとは髪型で女性かどうか判断してるか、あと声質で、本当に顔全然見えてない。だってその人、僕がこう出ていく時にその前にいて、その向こうにいる人に向かって喋ってる、後頭部しか見えない。とりあえずみんな自分から名前名乗ってもらえると助かります。もしかしたら善意があって、その河川水門開式ダム発電の件とかでもね、何かこうまあちょっとアドバイスもしかしたら自分ならできるとか、まあこちらだったら対応できるよという、もしかしたら心強い方かもしれませんだけども、まず何々だけどもとか、こう何々ですがとか、こうまず自分の名前名乗ってもらわなかったらね、僕も名前からして分かんないんですよ、永久に。僕の中で残るのはドア開けた時にとりあえず黒い服着ていた、まあ、後頭部しか見えてない女性で、いつまでも覚えていられるわけありません、その人のこと絶対に。で、あとは昼ご飯の方が大事だからって言った男性の方は、昼ご飯の方が大事だっていうことを言った男性という認識しかなくて、正直その人1ヶ月も先まで覚えておけるかって言ったら多分無理だと思うんです。まあ1週間先にも一応予約してるんですけども、同じとりあえずね、とりあえず皆さん、まず自分の名前名乗ってもらえますか、そういう時来た時の要件で。一応今度行く時、まあ分かんないですよ、また今日みたいなパターンでギリギリまで書類書いてたらさ、してるかもしれない。だから一応行き死に先にご飯食べてから行こうとは思ってますけども、次発明業界の方
とりあえず皆さんの名前名乗ってもらわなかったらこんなの高いあったありません、本当に。まあというわけで、皆さんご協力ご対応のよろしくお願いいたします。いや、まあ一応、まあ水本さんも僕の書いてる文章を見てね、その課題の解決のところ経団連とか経済同好会とか、まあ、河川法によって各都道府県知事や市長の許可がないと、まあ、河川に設置するのは無理ですと、まあ、資金面のところは経団連とか経済同好会の人たちとかが協力してくれないと無理ですっていうことは一応書いています。どうされます？とりあえずまあ YouTube 見てもらった僕のホームページと、震災生活のエネルギー YouTube 一覧表のところ、それ見てもらったらご理解できるかとは思います。以上です。皆さんご協力ご対応のよろしくお願いいたします。まあ最後に一応、まあ佳子さまや皇室の方たちへのメッセージということで、あと、まあ国会議員の方たちとか、まあそうですね、あと経団連経済同好会各都道府県知事市長って書いておきましょうかまあ誰か対応できる方いたらね、いやもう世界中の50億人の命がかかってるっていう考え方があったらね、普通誰でも対応できると思いますんでね、僕これでも目いっぱいですごめんなさいね、力不足で。もう力量がね、力不足だっていうことは、理解してます。で、これが仮にこの特許申請通ったとしても、僕も、これ専門の弁理士さんではございませんので、自分の書いたことをいつまで覚えていられるか、本当のことは、あんまり難しい書類を自分で目いっぱい手の込んだものを作ったところで、たまにそれを眺めなかったら、何年か経過したら、また見たときにまた思い出すところからの作業になるんです。これも多分みんな同じです。仕事でしてる人じゃないと多分無理だと思います。以上です。皆さんご協力ご対応のよろしくお願いいたします。ごめんなさいね。こんなにヘラ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 笑って本当にお前みんなのことをって。もう、笑いながら言わんかったらもう頭おかしないですよ。絡んできた二人分もうこっちもいや、そのね、お前の実力なんかそんなものだって言ってきた男そこでも堪忍袋の僕も本気で切れてしまおうかもしれないそこだけは一回自分の動き止めて、一回まあ軽くまあ自分の呼吸整えて、もうそいつミント、もうそのまま電車乗って帰ってきました。もう多分こっちがそれ俺に言ったって言って、そこでもしごちゃごちゃ言われてきたらもう自分たちも抑えることできないかもしれない。本当にもう無理だと思う。これ今笑いながら言ってますけども、本音めちゃめちゃ怒ってますから。以上です。もう多分そいつも僕を怒らせて警察呼んで精神病院行きにさせたい側の人間かもしれない。もう何かがあって、でも分かんない、本当に聞いてみないと。でちゃんと僕の状況とか聞いてくれたら、たださ、何十年間ももう怪我云々とかもそうだし、賃金の不払いとかもそうだし、結構前の仕事の件もそうだし、実態全部知った時にね、そんなにめちゃくちゃな目に遭ってたのかになるとは思いますけどね。ほとんどの人は、世の中の 99% 以上の人全部聞いたら、まあ一応警察官宛てにも書いときますね、その見出しの字幕のところ。以上です。